クリストファー・ライアン・スナイダーは、アメリカが衆国テキサス州ヒューストン出身の、元プロ野球選手、ウトウミギウチ。ヒューストン大学在学中の2002年に、その活躍を評価されて、ジョニー・ベンチ・アワードの最終候補3人に、ノミネートされる。2008年の MLB ドラフト2巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名されプロ入りした。2004年8月にメジャーデビューを果たす。 2005年5月中旬に正捕手となり115試合に出場。しかし打撃成績が振るわず、チームはシーズン終了後にブレーブスからトレードでジョニー・エストラーダを補強。2006年はエストラーダの加入で出場試合数がほぼ半減した。エストラーダは2006年に打率302.71打点という成績を残したが、 チームは先発ローテーション強化のため、ブルワーズで3年連続200等級会を記録していたダグ・デイビスの獲得を目指すことに。鉄腕サーンを獲得するためには、それなりの代償を覚悟しなければいけないと、デイビスの交換相手として、エストラーダの放出を決断した。2007年8月28日トレードが成立して、エストラーダがブルワーズへ移籍したため、 2007年のダイヤモンドバックス製保守の座は、スナイダーとミゲルモンテロの競争となった。オフシーズンの間にスナイダーは、守備の上達を目的として、ブルペンコーチのグレンシャーロックと練習を積み、スプリングトレーニングに臨んだ。結果、スナイダーは開幕戦に先発出場。最終的にこの年は110試合に出場。打撃面では、球団の保守として、 史上2となる13本塁打を放ち、守備面でも、守備率、999、投塁ソシ率35.8%を記録。また、チーム全体の防御率が4.13だったのに、対して、スナイダーが保守をしていた時のチーム防御率は3.73、と、0.240良くなっている。スナイダーは、ダイヤモンドバックスの地区優勝を支えた。2008年は、 キャリアハイの16本塁打を挙げた。オフの12月30日には3年契約で、残留した2011年5月30日、2010年7月31日、ペドロシリアコと共に、DJ カラスコ、ライアン・チャーチ、ボビー・クロスビーとのトレードで、ピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。2012年4月14日、2012年に、ヒューストン・アストロズと契約する。 10月31日に FA になった。2013年2月5日にワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。5月18日にチームから放出される。2013年5月18日、ロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。2013年4月28日、ロブ・デラニーとのトレードでボルチモア・オリオールズに移籍。6月4日に d フとなり。 6月7日に FA となった。翌日に再びオリオールズと契約。10月31日に FA となった。2013年12月21日にフルス・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。2014年3月24日に放出された。3月25日にテキサス・レンジャーズとマイナー契約を結んだ。2014年4月19日に 現役引退を表明した。ありがとうございます。